今回もね、Fトイズの F4 ファントムファイナルスペシャルということでね、これやっていこうと思います。で、ラインナップがね、全6種ということで、裏にね、書いてあるんですが、飛行開発実験団と。で、第301飛行隊。このあたりが通常カラーかな。で、あとはね、特別塗装機になるんですけれど、まあ、ホワイト、ブラック、無印というか何も書いてないやつね。で最後がね、特別塗装機なんですけれど RF4E ということで、偵察飛行ですね、偵察機の仕様になってるものになってます。残りのね5つは F4EJ 回ということでね、F4 ファントム2ですね。であと違いとしたら増装がついてないパターンとミサイルがついてないパターン、これはもうちょっと違うかもしれないね。で、あとは両方ついてるパターンね。という感じになってます。で、前回ね、ホワイトが出ましたんで、まあ、今回はホワイト以外がね、出ればいいかなと思ってるんですが、まあ、せっかくだったらね、機種違いの RF4E6 番ですね。6番が出てくれたら嬉しいかなと思います。ただね、まあどのカラーリングも好きなんで、まあ別に外れとかはないですけどね。じゃあ早速ね、開封していこうと思います。またね、例のごとくテープで貼られてるんで。で、ちょっとね、良かったのはね、ちょっと遠くの店に行くと定価で売ってたんだけど、定価というか希望小売価格で売ってたんだけど、近くの店はねちょっとね値上げで売ってたんだよね。だけどそれが一応、ね、580円プラス税ということで、ね、希望小売価格になってるので良かったかなと思います。まあその辺はねショップの事情とかによってね変わると思うんで、まああんまり気にするところではないんですけどね。オープン。いつものミントガム。さて何が出ますかね。偵察じゃないことは確かだね。通常のカラーリングだけどどっちかわかんないね。で今回もねパイロットは真っ白なので多分つけません。2番ということでね、301飛行隊ですね。ちょっとデカールの印刷の品質が悪いね。ここ色がついてない。まあそれは置いといて、じゃあ早速ね作っていきたいと思います。最初はね半分組み立ててあるんで、これを分解していくと。主翼ね。でこの辺もね一応外れるんで外しちゃって接着した方がいいかなと思います。でこれはねこのインテークの部分は主翼より前にくっつけないとつけられなくなっちゃうんで注意かな。でキャノピーも外して、で前回ねここがくっついてたんだよね。取れるかな。やっぱりくっついてるよね、こことかね。カッターとかをね、軽く入れてあげると、くさびを打ち込むようにしてね、切るんじゃなくて、とりあえずはね、通してあげる感じ。行くととりあえず割れてくるんじゃないかなと思うんですが、この辺りとかも無理かな。ここは中にねダボがあったりするんで、まあそういうのは避けながら、ここまではとりあえず切れたね。前回割れなかったのは上の方なんだよね。やっぱりくっついちゃってんな。まあ、見えない部分とかはねガシガシいっちゃって大丈夫。
見える部分はちょっと慎重にね。パカッとパカッといきましたな。割れるのかな。無理くない。無理っぽいです。ということで見せれるかな。デザインナイフをね、45度ぐらいで。入れてあげて、これで切れてないかなと。塗装にね傷がつけば、あとはある程度は割れてくれるんで、無理かな。ちょっときつそうだね。なんじゃない。いけたー。綺麗に切れました。 OK。 そしたらね、コクピットからなんで、ここからね組み立てていこうかな。そうだそうだ、以前ね、ABS とか使われてることが多いから、接着剤普通ので大丈夫っていう話があったんですけど、まあ、大きいパーツは基本的に ABS ではなさそうですね。まあ、見た感じって感じですけどね。うん。で、細かいところね、ABS があるんですけど、まあ大丈夫ですよ。塗装してあるっていうのもあるしね。で、説明書にもね、流し込みタイプのプラモデル用接着剤って書いてあるだけでね、 ABS 用を準備してくださいみたいなことは書いてないので、そんなにトラブルは起きないんじゃないかなと思います。自分は今までね、ABS の接着剤を使わなかったからっていうトラブルは起きてないかな。まあ正直ね、ABS になった途端ね、嫌がる方はいらっしゃるんですが、まあ ABS だとね、嫌っていうかトラブル起きるっていうね風に考える方もいらっしゃるんですが、そんなに起きないんじゃないかなと思うんですけど、自分の経験上は ABS だからどうのっていうことは今まで基本的にないんだよね。むしろどういう時にどういうトラブルが起きたかっていうのをね、教えていただけると嬉しいかなと思います。トラブった経験がないっていうのは大事な時にね、やっちゃう可能性あるんで。あ、そうだそうだ、忘れてた。毎回恒例の台座ね、これから作んなきゃね。白瓶ね、白瓶で
で OK。 そしたらこれかな、流し込みでいけそうなんだけど白豚でいこうかな。流し込みの方が早いんだけど、白豚の方がね固まった時にがっちりつくので、結局樹脂が入ってる分ね、その樹脂が固まってね、あの一体物というかねになるんだよね。まあ今回の場合は塗料が挟まってるので、まあ塗料の混じった形にはなっちゃうんだけどね。で流し込みは塗装した後にねつけちゃうと、結局塗装が溶けて塗装同士が融合してるだけでプラはくっつかないからね。そういうところのまあ問題もあるので、できるだけ白豚使ってあげると綺麗にくっつくかなと思います。物が小さいんでね、なかなか後ろの方の操縦席にも メーターパネルをつけてあげると、なんかメーターパネルが寝ちゃうな。まあいいか、一応これで座ってんだもんな。てっからあんまつかないか。で白瓶つけるときはね、まあこれぐらい大きさがあればハケでもつけられるけど、ハケにこうパーツをこすりつけるっていう感じでやってあげると細かいパーツもねつけやすいかなと。思います。よいしょ、入った。で接着が怪しいんでダボにもどんとつけすぎた。もっと流れるかなと思ったんだけど全然流れなかったね。そしたらこれを挟み込むのかな。
で、あと挟むものはなかったっけ。 OK だね。この辺とこの辺ついてりゃいいでしょう。で、これはこっちと。そうだな、ダボにも乗っとくか。そしたらね、反対側は普通の流し込みね。で、このダボ穴をね、少し緩くしてあげようかなと。リブが干渉しちゃうとめんどくさいので、リブにはちょっと塗っとこうかな。この辺とかか。あとはいけるっしょ。で、いよいよドッキング。ここがね、前回あのきちんとはまってなかったんで、後でねダボを切って入れる羽目になったので、コックピットをしっかりとはめつつも、後ろもしっかり注意しとかないとね。後ろここね、ここ入りそうかな。ちょっとこうかな。で、こうと入ったね。で、ギュッとギュッと。どうしてもね、隙間空いちゃうんで、ギュッとやって流し込みをちょんと。で、しばらく待ってあげる。で、ちょっと移動してこの時はね、速乾の方がいい。あ、変ななっちゃったな。目立つとこに流れるとね、あのシミが残っちゃうんで、できるだけ目立たないところに流してあげるといいかな。とりあえず OK かな。したらね、前の方のここ花っ柱が割れてるんで、うわ流れた、最悪。で、まあこんな感じかな。
で裏側もね一緒なんだけど、まあ、こういう風にギューってやりながらねつけるだけと。なので、まあ表がね多少乾いてからやりたいんで一旦スキップ。そしたらね裏までつきました。なので、インテークからだね、インテークからつけないとつかなくなっちゃうので、インテークからねつけていくよと。ノーズコーンもつけるか。飛行機のこの先端の中にはね、どの飛行機にも共通して大体気象レーダーが入ってます。自分たちがね飛んでる時に前方にね嵐があるとかそういうのを見なきゃいけないんでね、今時はだいたい入ってるよね。まあ練習機とかはいらんのかもしれんけどね。まあでも練習機だったら見なきゃいけんし、そういう練習をしなきゃいけんしな。どうなんだろうな。昔は入ってなかったんだよ。だから地上からの送信されてきたねデータを見て判断してたんだけど、やっぱり地上からだけじゃ限界がねあるんで、もちろん地上からもね送るんだけど、一番ローテクなのはあれだね、ラジオ。空港からねずっとラジオが飛んでんのよ。それ聞いて、あ今日は風がこんぐらいなんだなとかそういうのを判断して飛ぶっていう。でこうだっけ？こうでいいんだ。いいのかな。あとね気をつけとかないといけないのがこの速乾ね、速乾なんで蓋開けっぱなしにしてるとね減ります。冬とかはねまだいいんだけど、夏とかねプロも作ってて閉めたつもりで閉めてなくって忘れて開けっぱなしになってるとね減ってる。あれ？そんなね、みるみる減るわけじゃないけどね。だから作り終わったらね、しっかり確認した方がいい。まあもちろん有機溶剤だからね、しっかり確認した方がいいんだけど。そこで手に流れちゃうの？失敗。マジか。マジか。そこで流れちゃうか。やだな。流れるかなと思って今やったけど、
抑える場所がなかったんだよ。ちょっと浮いてたからさ。でもつかなそうだな。そしたらこれがつくのかな。まずしっかり見とかないと。硬いよねやっぱりね。硬いのでしっかり溶かすと。しっかり溶かすと。そうだそうだ、さっきの話なんだけど、こっちのね白瓶とかもね、あの蓋閉め忘れちゃったりすると煮詰まったりするのよ。でその時にこれはね成分が違うんだけど、こっち流し込みのね通常タイプ、これはねこれの樹脂が入ってないバージョン、具が入ってないバージョンなんだよね。だから塗料で言ったらこれがクリアでこっちが薄め液みたいな、そういうポジションなんで、そういう成分なんで、あのこっちがね濃くなっちゃった時はこの通常タイプね、これを混ぜてあげると戻る。ただやりすぎないようにね注意しなきゃいけないけど、やりすぎるとねシャバシャバになっちゃうんで、なんか使いにくくなったなって思ったら足してあげても全然大丈夫。速乾の方はね成分が違うんで、もしかしたらトラブル起きちゃうかもしれない。でしっかりと溶かしたら、違うわ違うわ、手で触っちゃった。そう、でしっかりと溶かしたらなんだけど、まだ溶かしてなかった。ここね、こことこの先端、この先端がね微妙にこうくっつかなかったりするんで、ね、ちょっと溶かしてあげる。でこっちもここの先端ね、ここの合わせ目を少し溶かしてあげる。ここも塗っとくか。ここね、ピントボケてた。ここね、ついてない。ここね。精度がね、精度が出てればね、あんまり気にすることはないんだけど、精度が出てなくて、こういう大きな面積くっつけるときはね、もう接着剤で溶かしちゃっといて、であとはグイグイゴリ押し。後ろ入ってるね、前の方が。あー、ここ溶かしといた方が良かったかな。この辺がきつそう。
この辺がきつそう。きつそう。で、あとはゴリ押し。おり。もう無理だわ。これ以上入んねえわ。まあいいや、オッケー。これぐらい入ってればまあまあなんとかギリかな。そしたらノズルつけていこうかな。で1個目でも言ったんだけど、微妙にね見えるかな、ここ平たいのよ、 D カットね、 D カットになってるんで向きがね決まってるんで、その向きじゃないと入んないです。 D カットの平らな面を下向きにね合わせて入れてあげる。ここね、でまた白豚。はみ出すとね嫌なんで上3分の1ぐらいかな、塗っといて、のキュッと。差し込みがね結構長いんで、あそんなにねガッチガチにくっつけなくても強度は出ると思うので、それよりははみ出してねめんどくさいことになる方が嫌なんで、まあこんな感じかな。尾翼か、で尾翼をつけていくよと。尾翼というかエレベーターというか、いつも尾翼って言っちゃうね、安定版ね。揚力は発生してないんで欲ではないっていうね、そういう話もあります。よいしょ、本当か、こっち向きか、本当か、うん合ってる合ってる。モールドをもう一機あったんでね見てみたけど合ってる。前衛の方にねちょっとポチ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 って点線みたいなのが入ってる方が上っぽい。で前から見て後ろから見て横から見て横から見て、おかしくなければ OK。 速乾でつけていこうかな。ダボ穴はね普通の流し込み使ったんだけど、裏から流せよっていう話ね。よいしょ、 OK。 で今回もね、飛行状態で作るので、ってなんだよって言われそうだけど、蓋カバーだね。よいしょ、
よいしょ。なんか変なとこ切っちゃった気がするけど、セーフかな。セーフだ。撮影しながらだとさ、怖いのがさ、目から離してるんで、微妙なこういう、ね、境界とか分かりづらいんだよね。ゲートカットとかね。ここはまあすんなり入るんで、前回同様ね、流し込みでいこうかな。つけすぎかな。で、ここまで来たらっていうか、裏返しちゃダメだよ、くっついちゃうよ。じゃあここまで来たらね、機体はあとピトー管だけかな。キャノピーあるけど、キャノピーどうしようか。キャノピー別に今つける必要ないよね、慌ててラストでいいね。ということで、並走のね、組み立てに入ろうかなと思います。で、これさ、どっちが正しいんだろう。これがね、わかるかな。若干こっち側が細くて、こっち側が太いのよね。まっすぐシュッと来てる感じと、一段、段付きでね、カツッと細くなってシュッと出てるんだけど、説明ずれはこれが前なのよ。で、これも、こっちのね、切り上がってる方が前と。で、これを合わせると、もちろん2点止めなんでね、位置は合うんですよ。位置は合うんだけど、こっちのね、前の方が細くてガタガタで、後ろの方が入らないという感じになっていて、逆にすると入んのよこれ。逆にするとしっくりくるんだよね、組み立てが。わかんねえなー。まあ細かい部分なんで、まあこれでミサイルがつくんだったらこっちで組み立てようか。うん、こうな気がするな。このちょうどね、後ろの羽を避ける感じになるので、一段細くなってるところでね、こっち向きな気がする。多分説明図の間違いじゃないかなと思います。なのでこっち向きで組み立てます。速乾でいこうか。割とぴったりくっついてるんで、速乾で十分なのではと。
OK。 でミサイルを指紋に流れるとやだけどな。流し込みでちょんちょんぐらいにしとこうか。 OK。 そしたらよいしょよいしょ。OK。 でゲートもね、向きが逆なんでうまくね機体側に隠れる方に向けてあげると、ゲートをね、そうするとこの塗装がねない部分が隠れていいかなと思います。こういう風にマウントされるんで、ここ1個ピンがもげちゃったけど、ゲート跡を上に向けて、こっちにつけてあげるとゲートはほぼほぼ目立たないよと。でこっちは表だ、ちょんちょんくらい流してあげるといいかな。ほんのちょっとキュッと押してあげて OK でしょう。であとね、並走とかを載せなきゃいけないんだけど、あのデカール貼ってるうちにね折っちゃったりするのよ。この細かいね細いダボで止まってたりするので、あのデカール貼ってる間にね折っちゃったりするので、とりあえずね組み立てはこの段階にして、で次回ねデカール貼ってから最終的な組み立てっていうのをやっていこうかなと思います。というかね、今日はねあの動画のアップロードの準備とかもしなきゃいけないので、まあ、ここまでにしてね、あの、まあ、普通はね分割しても連続で撮ってるんだけど、今日はね本当にここで終わりにしようかなと思います。ということでね、この動画面白かった、また見たいっていう人はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。後編ね見たいっていう方はね、チャンネル登録とか通知ボタン押してもらえるとね、あの通知がいきますのでよろしくお願いします。まああとね、あのツイッターとインスタグラムなんですけれど、まあそんなにね、あのたくさんつぶやいたり写真をアップロードしてるわけではないんですけれど、徐々にね使い始めてますんで、もしよろしければねフォローの方もよろしくお願いします。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書いていってください。